ああ、調子悪い。おはようございます。 400R6 です。よっしゃ、調子悪いよ、モンキー、偽モンキーとね、今日はね、ゼルクライダーさんとね、ライコランドで待ち合わせしてるんでね、今からちょっと行ってみて。ちょうどね、俺ヘルメットを買いたくて、なんか二輪館でね、なんかオリジナルヘルメット売ってるかっこいいやつ見つけたんでね、ついでにそれ買いたいんだけど、あとね、インターコムのねセナってやつも欲しいんだけどね、両方買うと8万ぐらいになっちゃうからね、とりあえずヘルメット買おうかなと思って。お疲れです。昨日ね、日曜日先輩ん家のね居酒屋さん行ってちょっと飲みすぎちゃってね、まだ辛いんすよ。とりあえずライコランドまで行ってみます。GoPro 撮れてるかな、これな。 GoPro のね、あのなんていうの、 Wi-Fi でコントロールするね、社外品のなんかちょっといいの見つけたんですけど、それ買ってみようかな。あのね、アプリ本当散々言ってるけどね、アプリ起動しながらね GoPro コントロールしてるともう電池がね半端じゃないくんすよ、でそのね、Wi-Fi でコントロールできるやつはね、こう腕時計型になっててモニターがついてんだよね、1万2000円ぐらいするんですけどね。なんかここへ来てまたいろんなものが欲しくなってきちゃって、金ねえのにさ、物欲だけはすげえっちゅうね、ダメだ、人間としてどうなのそれは、計画性がないんじゃないのみたいな。いや、天気いいね今日。というか俺のねナンバープレートね、もうこれ中華特有の振動でもう早くも負けそうですね、前ね中華ダックス乗ってる時も振動でね、ナンバーってほら2つボルト&ナットで止まってんでしょ、でねワッシャーちゃんと入ってんだけど、もう振動でね上下に触れるもんだから、こうワッシャーのとこの外周のとこがね割れてきちゃって、これね、ナンバー取り替えないとね、申請してそのうち怒っちゃうから、これいいっすね、今日本当にいい。昨日ね、板前ご飯みゆきさんってとこ行ってね、中ジョッキ2杯のハイボール3杯飲んで、それからね居酒屋1っていうね、これまた先輩の居酒屋行ってね、何飲んだかな、瓶ビール飲んだのかな、瓶ビールと生2杯ぐらい飲んで帰ってきたらね、でも完全に2日になってて今日ひどいっすね。まあね、そのまあバイク中型、話変わるけど中型買うんだけど、まだねガレージね手つけてないですね、まあ無事ローンの方は取りまして、買うことはねもうアビコ二輪さんっていう先輩のバイク屋さんで買うことが決定しました。でね、聞いて、そういえば俺がね買おうとしてた Z400GP の黒いやつあったでしょ、あれがねどうもねオークションでそのバイクショップが買ったらしくてね、その時のオークションでね落ちた値段がね出てたのよ、教えてくれたの先輩のバイク屋さんがね。で俺92万で乗り出し言ってたでしょ、車検ついてて、車検残ってるバイクだよ、新規じゃないよ、
うん、それが92万で乗り出しってなってて、なんとね、オークションで落ちたね、なんか42万円でした。すごくない？50万の乗っかって売るんだね。これね、先輩のバイク屋さんも驚いてましたよ。えげつないね。こういうこともあるからね、バイク選びは慎重に選んだ方がいいっすよね、うん、まあ、全てのバイク屋さんがそうとは言えないけど、うん、ほんと怖い怖い、家でねグダグダしてるのにこんな時間になっちゃって、今日はね月曜日なんでね、お店行くと大変なんですよ。床をね掃除機かけて、モップがけしてね、水拭きして、結構ね飲食店の、まあ、スナックでも床ベタベタになんない、お客さんがね、うん、飲み物こぼしたりさ、乾き物なんか食うとさ、そのさカスがいっぱい落っこっててね、やんないとダメなんですよ。でね、結構時間がかかるからね、早めにお店行かないといけないんですよね今日は。いやいや、いさすかね、二日酔いでございますがね、うん、これ今日届いたんですよね。アマゾンで買ったね、USB の充電器二口ついてるやつ。とね、今ね、モンキーについてる、まあそれもアマゾンで買ったスマホホルダー、ね、USB 付きのね、安い1500円ぐらいだったかな。うん、それがね、調子が悪いんでね、充電のね。で、今度ね、日曜日、ゼルクライザーさんって人とね、ちょっとね、遠出の、まあ、つるんでちょっとね、ツーリング的な感じで行くのにね、動画撮影しながら、充電ち切れっていうね、GoPro をね、しないようにね、ちょっと準備しとこうと思って、Amazon で買いました。いくらだったっけかな、これ。値段忘れたけどね。2000円もしなかったかな、うん、これ。このね、なんか電圧計付きのね、USB の、うん、充電。USB
ボルトメーターって書いてあるね、うん、すごい中国してる箱に入ってます。メイドインチャイナ。またね、こうバッテリーからね直接取れるね、多分タイプでオンオフもついてたのかな、スイッチが。だから抜直でねつけてね、これから給電したいと思っててね。お、何これ、まあなんかチャチーハンドルクランプみたいなのついてますね、これ。どう、これが本体。これなんだ、こうつくようになるのかね。硬いな、何これ。おっと、もうお約束でね、あんまり製品の精度はね出てないけど、こんぐらい硬い方がいいのかな。あ、ここにね、ほら、オンオフついてます。で、これが、え、あープラスマイナスでね、これヒューズがついてて、あ、ここに缶ヒューズついてますね。何これ、ヒューズ、こんな規格の缶ヒューズあんの、大丈夫かな、切れたら売ってないんじゃないの、このヒューズ。そしたらね、またヒューズ付け足してコネクターね、これバッテリーまで直接伸ばそうと思ったんだけど、どうしようかな、ギボシに変えて、あれかね、フレームの下の本からアクセサリー電源取った方がいいのかな。防水みたいなカプラになってるけど、うん、こういうのは信用しない方がいいです、うん、防水と歌ってても防水じゃない場合が多々あるんでね。まあ心配な人はね、こういうところね、コーキングとかホットボンドとかでねやった方がいいですね。まあこういうとこからも絶対入るんだろうね、水、この水中のとこから。でね、今どこまで走ろうかね、悩んでるんですよね、うん、そう。あと先輩ともね、オートパーラー行こうってね言っててね、こういろいろ日程のね調整をしないとね、あれなんです。 あっという間に1週間が過ぎますね、うん、それでね、昨日はちょっと仲間、うん、全員9人でねゴルフ行ってきてね、108でした。お恥ずかしい。すいません。今までね、100切った時ね、2回あるんですけどね、もう4年ぐらい前のかな。それから1回も切れないんだよね、100が。直近でね、一番良かったのは103だったかな。うん。そう。まあ大体ね、パー3でね、うん、6回叩いちゃったり、ね。パー4でね、10回叩いちゃったりとかね、よくやるんでね、全くうまくならないですね、ゴルフは。まあね、今日ちょっと雨なんでね、つけたいんだけどな、つけらんないよな。早めに雨やればね、ちょっとつけたいなと思ってるんですけど、特にハンドル、俺のハンドル絞りだからさ、この向きでつけようとしたらね、ハンドルがこうなってないといけないわけだから、厳しいよな。これがね、こう向けばいいんだけどね、絞りだから、こんな感じでついちゃうのかね、まあ、ここにハンドル、クラッチがあるとしたらね、右だとこうか。まあ、これつけて充電しながらいければね、2口ついてるんでね、1つは GoPro につないで、1つはスマホにつないでね、うん、3.1 アンペアって書いてあるけど、これ両方で 3.1 アンペアなのか、うん、コボルト
12ボルトから24ボルトまでという、うん、まあこれ後でねつけてみて、うん、これで日曜日ね、ほんと場所なんですけどどこ行こうかな、うん、海の方行きたいと思ってね、飯岡灯台、旭市の飯岡灯台か、うん、先輩がね波乗りやってるんでね、そっちの最初御宿の方来ればっていうのもねアドバイスいただいたんだけどね、うん、御宿はね結構距離もあるしね、なかなか100キロ以上あるよねきっとね、150キロぐらいあるのかな御宿まで、一宮ぐらいまでだったらね、そう、あそこ波乗り道路ね通ってみるのもいいかもしれないですね、うん、で日曜日はねもう28度ぐらいの天気の予報が出てるんで、うん、T シャツで乗れるんじゃないかなと思います。まああんまりね T シャツ肌出してねバイク乗るのは良くないんだろうけど、うん、これ昔からまあだいたい T シャツとかでね夏は乗ってたんでね、それじゃあちょっと雨が止んだら取り付けてみようと思います。よいしょ。